こんにちはのずちゃんねるです、えー、いよいよですね29年と5ヶ月間在籍した、えー、大阪フィルハーモニー交響楽団私の最後の演奏会です、えー。3月30日土曜日の大阪フィルハーモニー会館大阪フィルハーモニー会館での「えー、西成クラシック」というね西成区でやる演奏会なんで「西成クラシック」っていうタイトルなんですけどもこれが最後の演奏会になりました。えーまあ 客席数がね300しか入らないんでちゃんとしたコンサートホールじゃないじゃないかって言われちゃうんですけどあの同僚にね「野津さん最後はい,いつ?」って言われたんで「あの30日の西成倉しくって言われたら「えっ?」って言ってあの「もうちょっと早く辞めないんですか?」ってどういう意味って言ったら普通はその定年退職する前にはもうあの残ってる有給を全部使ってあの1週間ぐらい前に辞めるらしい私はあのそこはあの昭和の学隊ですので。あの 最後の「ご年」5年というのは楽待言葉で仕事をひっくり返したんですけど「ご年」に色はつけないとメリハリもつけないなんて優劣もつけない仕事は仕事として普通にやるっていうのが心情だったので、えーまあ、普通に選んだというか最後の,あの出勤日の演奏会僕の中ではね特にあのあのそんなになんていうの選んでこれにしたわけではないです。あのただですね曲を見たらねすごいんですよこれ。 ベルグローの操り人形の創造でしょあとねビュッセイルのねデュビッシーの小組曲これもフルートのドソロあとデュカのマツオ魔法使いの弟子あとサン・サンズのサムソンとデリラあとあの極めつけはアルルの女の第二組曲っていうのはんかもうフルートがもう、ま、丸活躍の選んだわけではないですよなんですけどもその曲なので 心しててかれたいと思っています、えーっとね、指揮者はね若い指揮者でね松村秀明さん僕はねちょっと存じ上げないんです初めてあの演奏するんですけれども、えー、3月30日土曜日午後2時開演まだチケット多分10枚ぐらいあるんじゃないかなまあまあでもあの、ね、あのそういうことではなく、えー、今まで、えー、29年と5か月かえー 私を一回でもあの大阪フィルで聴いてくださった方に本当にあのここで感謝の意味を込めて、えー、ありがとうございました <laughs> ついでになんですけども YouTube はこれからも続きますのでどうかあのチャンネル登録グッドボタンその他コメントよろしくお願い申し上げます。<music>